皆さんこんにちは。私は博多キリスト教会の牧師サミタケシと申します。今日は1月の30日、聖書の箇所はマルコの福音書10章の32節から45節の御言葉です。リビングライフのタイトルは世の栄光を後にして使える道を歩む弟子です。共に今日も御言葉に耳を傾けてまいりましょう。マルコの福音書10章32節から45節。さて一行はエルサレムに登る途中にあった。イエスは先頭に立って歩いて行かれた。弟子たちは驚き、また後についていく者たちは恐れを覚えた。するとイエスは再び十二弟子をそばに呼んで、ご自分に起ころうとしていることを話し始められた。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長、律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定め、そして異邦人に引き渡します。すると彼らはあざけり、椿をかけ、鞭打ち、ついに殺します。しかし、人の子は三日の後によみがえります。さて、ゼベダイの二人の子、ヤコブとヨハネがイエスのところに来て言った。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか？彼らは言った。あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。あなた方は私の飲もうとする杯を飲み、私の受けようとするバプテスマを受けることができますか？彼らはできますと言った。イエスは言われた。なるほど、あなた方は私の飲む杯を飲み、私の受けるべきバプテスマを受けはします。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それに備えられた人々があるのです。十人の者がこのことを聞くと、ヤコブとヨハネのことで腹を立てた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。しかしあなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。昨日の箇所ではイエス様が青年に永遠の命について教えられた箇所がありました。イエス様がそこで示されたことは、永遠の命というのは真面目に努力し、そして獲得し、そして所有するようなものではなくて、むしろ自らを放棄し、そしてキリストに従うことであるという一種の逆説的な真理を教えられました。今日の箇所は人が持つこの権力欲について書かれています。人は富と同様にこの権力を強く求めます。そしてそのために努力し獲得しようと競争社会を生きています。しかしイエス様はここでまた逆説的な真理を教えようとされました。
イエス様はエルサレムに向かいながら弟子たちにこのように言われました。33節、34節。さて、さあ、これから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長、律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定め、そして異邦人に引き渡します。すると彼らはあざけり、唾をかけ、鞭打ち、ついには殺します。しかし人の子は三日の後によみがえりますと言われました。イエス様がエルサレムに行かれるのは、そこで王として迎えられるためではなく、逆に迫害を受け、そして最後には十字架にかけられ、死んで、そしてよみがえるためであると言われたのであります。これは弟子たちには全く理解できない事柄でした。なぜなら、なぜわざわざ捕らえられ、そして殺されるためにエルサレムに行かなければならないのか。それでは飛んでいる火にいる夏の虫ではないか。そのように思われたわけです。しかし、それがイエス様が栄光を受けられる方法であったのです。そのことを二人の弟子と、そして残れる十人の弟子たちに教えられました。まず、この二人の弟子、すなわちヤコブとヨハネですけれども、彼らに対してその栄光の座とはどのようにして与えられるのかを教えられました。すなわちそれはイエス様が与えるものではなくて、備えられたものがそこに座るのだと、そのように言われました。40節を見ますと、しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それに備えられた人々があるのですとあります。時に私たちはその栄光の座につくために人に骨を打ったり、あるいは人を蹴落としてでも自分が上に立ちたい、そのように思う時があります。日本でもあるカヌーの選手がこの日本の代表選手に選ばれるために、ライバル選手のその飲み物の中に禁止薬物を入れたという、そのような事件もありました。しかしそのようにしてこの栄光は獲得されていくものではないということを主は示されたわけであります。主が備えられた人に与えられるんだということですね。そして続けて、その二人が自らそれを求めたことを知って、この怒りに燃えた十人の弟子のことが書いてありますが、そこでより明確にイエス様は教えられました。42節を見ますと、そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。しかしあなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさいというふうに言われました。これはまさに逆説的な真理であります。この世では偉い人は支配し、そして権力を振るいますけれども、そうするのではなくて、偉くなりたいと思う人は使える人になりなさい、そのように言われたわけであります。あるリーダーシップのこの話の中に、リーダーシップとは影響力であるという一つの定義があります。多くの場合、この上に立つことでその地位を用いて下の者たちに影響力を及ぼし、人を支配しようと思いますけれども、それでは人が動かない、そういう時があります。しかし逆に使えることで直接的にその支配的な影響力を及ぼすことはできませんけれども、その愛と尊敬を受けて人々に良き影響力を及ぼす、そういう人がいます。そのようなリーダーシップをサーバントリーダーシップという時がありますけれども、イエス様はまさにそのようなサーバントリーダーシップの創始者ということができるのではないでしょうか。44節を見ますと、あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさいと
言われました。ここで主は何か富や権力というもの、そういったものが悪いというふうに言われたわけではありませんけれども、むしろそれを得るための方法、その逆説的な方法について教えられたわけであります。与えなさい、そうすれば与えられます。使いなさい、そうすればリーダーになることができます。主はそのことをここで示されたわけであります。そしてそれを示すためにイエス様は来られたと言われました。45節で、人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです、とこのように言われたわけであります。皆さんが今見ておられるこの CGNTVがありますけれども、この CGNTV をはじめ、それを支援しているお祈り教会や、また津良野書店、そしてまたラブソナダの働きなどありますけれども、私はそういった方々の働きを見ながら、彼らがいつも謙遜に日本の教会に仕えてくださっていることを本当に感謝しています。自分たちが上で、そして弱く小さな日本の教会に何かをしてあげるという、そういう態度ではなくて、このイエス様のように、そしてへり下って日本の教会に犠牲を払って仕えてくださっている、その姿を見るときに本当に、ね、尊敬の念を持たざるを得ません。それゆえに今 CGNTV をはじめ、このような働きがこの日本の中で大きな影響力を持ちつつあると私は思っています。私たちもこれから本当それぞれ与えられている場で、主のしもべとして使えることができるように心から願います。いかがでしょうか。自らがその権力を得るために、努力し、そして競争していく、そういう生き方ではなくて、主の前にへり下り仕えていくことで良き影響力を与える、そのような主の弟子として共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。どうぞ私たちの中にある権力欲、本当に野心を捨て、そしてイエス様のごとく使えるものとなることができるように、主をへり下った思いを与えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。